ひずめ祭北馬高架元年8月6日とは、江戸時代後期の浮世絵師。葛飾北斎の門人。北斎の弟子の中では筆頭に挙げられ、魚やホッケーと共に双壁とされる。聖は有坂、本聖、星野、俗称五郎八、意味縄湖印。ひずめ祭、春時、春金、終焉などと合す。江戸の生まれで、下や岡地町神田に住む。 貧しいご家人の家に生まれた。しかし武家勤めを窮屈に思い、文政元年までに家督を弟に譲って、隠居、出家し、がで家計を助けるため北斎に入門したという。入門時期は不明だが、北馬最初の半本、教科課長集は、完成12年に完工していることから、入門は、この数年前だと推測される。初期の完成から、 文化期にかけては制作した制作した、教科本や特本、すり物には、北斎の影響が顕著である。北馬の画風は北斎に比べて、柔らか味がある、独自のもので、滝沢罰金、高い蘭山、ブリサギテイラの特本の挿絵を、文化9年までに少なくとも60種類発表し、同門の北がと合作で、奇拍子の挿絵も描いた。一方で、 浅草安人に教科を習い、教科集に歌が掲載されるとともに、教科すりものなどを多数制作している。しかし一枚ずりの錦絵はほとんど手がけていない。文化10年頃の観光と見られる傑作者と、浮世絵師の見立て相撲番付では、歌川報告、国定に次いで第3位の小結びの位置を占めており、 名声を博していたことが伺える。文世紀からは、肉筆画に、ほぼ専念し、天保期に入ると、北斎風から離れ独自の画風を確立した。特に彩色に長じ、左筆を良くし、また、肉筆美人画に収作が多い。一方、春画の作例は少ない。 肉筆画の数は多く、200点、あるいは300点を超えるとも言われる。詩風に追随せず、歌川派の作風をも取り入れて、独自の画風を創出しており、春風美人図などに見られる卵型の顔に細い、顎、両目の間がやや離れて、下唇が突き出した要望は、北馬の美人画の画風をよく示している。この図には、北馬という楽観があるが、通常は、 ひずめサイと関している場合が多いので、浅妻線図など、比較的少数の作品に見られるものである。北馬は、姿勢高順で、老身に仕えることに最も扱った。当時、生命の高かった、谷文長は、北馬の思考に感じ入りその成形を援助し、安心して、親に仕えさせている。そうして文晁は自ら描くつ蛾の模様などを、北馬に手伝わせたりした。 伝えるところによれば北馬は、文庁の作品の手伝いをするときには、この右手は、死のようにのみ供すべきものであるからといって、死の北斎の許可を得た後、左筆のみでその用事を済ませたと言われる。四十九歳で低発し、高下元年に七十五歳で没した。母大寺は不明。門人には、龍、蔡逸馬、草村蔡、アスマ、八棒秋、宗寿。 雪馬、巻邸集馬、らが折り、北馬の子は二代目北馬を称している。ありがとうございます。